今日お話しするのは、国土交通省が一般消費者向けに初めて出した絶地の漫画パンフレットのご紹介です。絶地をお客様に説明するときに分かりやすいと思いますので、活用してみてください。国土交通省が資料として作ってきて、しかもまあ内容がね、とても分かりやすくなってるんで、漫画も含めて出てますんでね、絶地の話をするときにこれをプリントアウトして渡しとくと、とってもお客さんにもう家帰って読んでもらってもすぐ分かるという、そんな感じになってます。右側の方のページ、そこに階段状に出てますね。今の省エネ基準っていうのがありますよね。はい。これがまあ一応今の2025年の最低ラインっていうところなんですけども、もう2030年にはですね、その最低ラインが絶地水準の省エネ住宅になるということになってます。で、まあその後はもう太陽光発電をつけるということなんですけど、まあ絶地にする人でさ、省エネだけして太陽光つけれない人っていないですよね。今までね、基本的に。だからもう太陽光つけて、絶地にするのが当たり前ですよっていうふうに言ってもらったらいいと思います。それと、省エネが、良くなるだけじゃなくて、その下の資産価値ですね。家の価値が、絶地にするのと、そうじゃない従来の、旧耐震の基準だとかね、省エネになってないお家っていうのはもう資産価値がどんどん下がると。だから、例えば家を、売る場合でもね、その絶地水準の、新耐震基準のお家を売るのと、それからそうじゃないお家を売るのでは、全然その売れる値段が変わってきます、これから。だから自分たちがその住んでるその財産ですね、やっぱりいい財産、高い財産を持ってれば絶対いいよねっていう話で、絶地を進めるっていうね、そういう話にもつながります。それから、光熱費の削減ですね、出てますけども、これね、ちょっとこの部分は控えめなんだよね。北海道とそれから東京で出てるんだけども、削減率ですね、いくらダウンするのかって言って、まあ、例えば東京の場合でも23万9千円かかってるものが、絶地太陽光だったら15万3千円って、あれそんなもんかなと思ったんですけども、よくよく見てると、これ太陽光がですね、5キロぐらいなんですね。5キロで計算してます。ですから、今どうだろう、やっぱり太陽光乗せるとしたら、6キロ、7キロぐらいね、みんな乗せてると思うので、そうなるともうこれ以上もっとね、下がりますよという話をしてもらったらいいと思います。それから、今はその買うだけじゃなくて、建て読とかさ、いろんな方法が出てきてますけども、そういったことがこの下にね、それぞれメリット、デメリットを説明してくれてます。それから補助金ですね。これもですね、一応まあ最大で140万円ってやつですね。これは国交省の、ね、分ですけども、あとローン減税、住宅ローン減税がですね、戻ってくる額が最大182万円もアップしますよということとか、それからフラット35の借り入れ金利の引き下げで、トータル返済が280万円ダウンするとかね、こういったこともですね、出してくれてます。ただ、このね、ここに書いてあるこれが大事なんだけども、ただ絶地水準の補助金は省エネ住宅が当たり前でない今だから出るんだよね。今だからこれだけの補助金を出して、ね、どんどん進めていきたいという国がそういう意図があるからということで、これだけの、ね、優遇をしているんだけども、もう当たり前になっちゃったらなくなりますから、まあこれは当然ですよね。ですから、そういう話もね、しておくといいと思います。はい、それから、住宅ローン減税のですね、基準がね、変わってました。去年までここの部分ってね、一番上の部分っていうのは、長期有料住宅だったんですよ。長期有料住宅だったら5000万で、で、絶地水準が4500だったんですけども、今年からですね、これ変わってましたね。太陽光パネル付きの省エネ住宅、いわゆる絶地ですね、の場合は5000万まで最大でですね、ローン減税が受けられるということね。で、従来の家だともう3000万しかないよとね、そんなところとか、それからフラット35のですね、金利優遇、これはまあ、去年から言ってますけどね、0.5% 10年間受けると。それから、減税と引き下げがどのぐらいお得になるのかっていうね、ここね、これちょっと無理がありました。なぜかというと、住宅取得費がですね、8000万になってます。
これ東京の基準だね。だから今、近畿とかね、地方の場合ですね、滋賀なんかの場合ね、8000万なんか買わないよね、普通はね。普通だから今はだいたい4000万から5000万ぐらいまでだと思いますんで、ここの部分はちょっと東京の基準になってますという話はしてもらった方がいいと思います。それで、今まではそのね、お得感っていうね、ところばっかりの話だったんだけども、絶賃するとそれだけじゃないんだよねっていうことですね。夏涼しく冬は暖かいとかね、ぐっすり寝られてすぐ起きられるとかね、ヒートショックとかね、結露しないとかね、いろんなメリットがあるんだよっていうことですね。で、これをまとめてくれてるのはこれね、健康診断の結果でもこう違うとかね、生活の質との関係とか、睡眠の質との関係、住宅内活動時間との関係、それから子供の疾病との関係とか、入浴方法との関係とかですね。いろんなことがね、ちゃんとデータとしてね、出てるよというところね。これも説明に使えるなと思います。で、まとめがちゃんと出てましてですね、省エネのコーナーとかね。あと、助成金なんかもですね、国の補助金だけじゃなくて、東京はこれね、東京みたいな助成金はなかなか地方では出てないですけどもね。でも、これから国がどんどんこういう方針でなっていって、だいたいいつもその東京がまずそれを先導を切ってやっていきますよね。そうするとそれがどんどん地方に広がっていくと。そんな感じになっていくと思いますんで、この辺は僕も注力しておいてですね、地方でもどのぐらい、ね、出てくるかっていうのはね、常に情報を出すようにしていきたいと思ってます。はい。一応そんな感じ。大丈夫でしょうか。